昔々の江戸時代のアトリエ中学校ですよ。江戸時代、私はお侍さんのアキラマンです。いい人か悪い人かまだわからない。この辺で可愛いお姫さんがいると聞いたんです。もしかしてお姫さん、もしかして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 噂に聞いてる可愛いお姫様とはあなたたちのことですか？ねえお姫様、お名前を教えてください。それここに書いてあるよ。めいちゃん、自分のお名前を教えて。ねえめいちゃん、ねえめいちゃん、めいちゃんやめて、壊すのやめて、壊すのやめて、よろしく、めいちゃんです。めいちゃん姫、そしてめいちゃん姫、女王様、女王様、女王様、やめて、女王様。そしてこちらの可愛いお姫様はハルルンルンハルちゃんです。よろしくお願いします。かわいいですね。私はかわいいお姫様が大好きです。よし食べてしまえ。これ人間食べる気ないから、食べる気ないから一緒に連れて帰って一緒に遊ぼうかな。一緒に遊びに行こうぜ。俺がえ、どっから？悪者だな。え、なんだっけ。俺悪者だよ。ちょっと待って、セリフ読んで。あ、これ違う、別の人から来たメールだ。君の名前は誰だ？なんだ？おしゃれ。せっかくなのでポーズを取ってくれ。取らないよ。分かった。ちょっと待って。鼻水一生残るぞ。もう帰っちゃったよ。エース鼻水丸だな。エースケ丸が今来た。次に出てくれた。君の名前は？三浦久成だ。よし、俺のことをやっつけてみろ。ちょっと待って、500円落ちてる、500円。あ、かわいいお姫さん、ほら、かわいいお姫さん、かわいい、騙されないんだ。うわ、やられたとか、なんとか言っちゃって、やられてない。やめて、来た来た。君の名前は広島丸だな。先週もなんか怪我してたっぽいし、その前もこの辺怪我してたっぽいし、そしてまた今日も怪我したんだ。その剣、その剣やっつけてみろ。よし、今のやつはとかなんとか言っちゃってやられてない。ヒヒお姫もうちょっと剣が抜けない。そういうの抜けない。何かよ、何かよ、用があります。君の名前は、あ、あ、あ、君の名前は吉村マッサルです。戦うんだな。やる気はあるか。ないよ。正直でよろしい。よし、かかってこい。
割には強かった。もう俺はダメだ。俺は全然ダメだ。誰かいい病院を紹介してくれるとかなんとか言っちゃって。まだやってない。4歳なの。そうなんだ、かわいいね。ブシャッ、君の名前は姉崎和真花って言うの。ノッキヨです。ノッキヨです。さあ最後の敵、君の名前は。いくぞです。かっこいいですね。かっこいいですね。戦いに来たんだな。女の子好きだよね。女の子のために働くんだな。よし行くぞ。チップス。ラメでヒゲ入っちゃう。これでおしまいにしよう。みんな出てこーい。ミュージックOh, don't
ちょん曲げちょん曲げ、はい、ちょんちょん曲げちょん曲げチェチェコリみたいだちょちょ曲げちょちょ曲げかわいいお姫様うまいじゃんはいどうぞちょん曲げちょん曲げちょん曲げ